マリオシリーズマリオルイージ RPG シリーズマリオルイージ RPG4 ドリームアドベンチャーマリオルイージ RPG4 ドリームアドベンチャーは2013年7月18日に任天堂から発売された任天堂 t e ー 3DS 用ソフトマリオと弟のルイージが2人で協力しながら様々な舞台を冒険するマリオ ルイージ RPG シリーズの第4作目。今作は2003年に発売された第1作目、マリオルイージ RPG10 周年記念作品にあたり、またマリオシリーズで初めてマリオの冠無タイトルがついたゲームソフトである1983年3月14日発売のゲームウォッチ版マリオブラザーズで初登場した。 ルイージの生誕30周年をおよびそれに合わせたルイージの都市記念作品の一つでもある。本作の冒険の舞台は枕の島と呼ばれる観光地。島で起きた事件を解決するためにマリオとルイージが前作マリオルイージ RPG さんから引き続き登場するスターの生イエロースターや新キャラクターである枕の族の王子ユメップと共に 現実世界である島やルイージが特殊な枕の上で寝ることで出現する夢世界を冒険する。プレイヤーが操作するキャラクターはマリオとルイージの二人のみと一作目と同様のシステムに回帰しているが巨大化したルイージを 3DS 本体を縦持ちして操作するなど前作マリオルイージ RPG3 にあった要素も一部引き継がれている。またバトルでは 横移動の他に奥行きのある空間を利用して縦に移動しながら攻撃したり本体を傾けて操作する等 3DS の立体視や機能を活かしたシステムも盛り込まれている。ゲーム中の BGM は今作もシリーズを通して下村陽子が担当している。また公式サイトではゲーム中で流れる BGM のうち開発スタッフが厳選したものが視聴できる形で 公開されているほか、下村自身のプロフィールも掲載されている。ある日、キノコ王国のピーチ城に、枕の島と呼ばれる、島のオーナーからのバカンスの招待状が届けられた。招待を受けた、マリオたち一行はその島に向かうことにした。枕の島に到着した一行が観光をしていると、ピーチ姫が何者かによって、夢の世界へと引きずり込まれてしまい、 夢世界へ入るための扉はルイージが不思議な力を持った枕で眠ると出現することが判明した。枕はこの島の先住民族。枕の族がコウモリの魔王、ア空クムによってばらまかれた悪夢のかけらのせいで固まってしまった仮の姿だった。マリオは元の世界とルイージの夢世界を行き来して枕の族を解放しながらピーチ姫の行方を追う。マリオは A ボタン。 ルイージは B ボタンで二人を同時に操作してストーリーを進めていく。ゲームは主に以下のようなシステムで構成されている。フィールドではマリオとルイージを操作して住人から情報を集めたり謎や仕掛けを解いたりしながらゲームを進めていく。今作では現実である元の世界と眠っているルイージが見ている夢の中である夢世界とを交互に行き来しながら冒険をする。 フィールドで敵に触れると画面が切り替わり、バトルが開始される。バトルはターン制で進行し、コマンドブロックから行動を決めて、敵にダメージを与えていく。バトルでは、マリオたちが攻撃する際にタイミングよくボタンを押すことでダメージを増やしたり、敵からの攻撃をボタンを操作することで回避したり、反撃したりすることができる。他にも以下のような要素がある。 ゲームを進めると、夢ルイージが巨大化し、巨大な敵と戦うことがある。巨大化バトルでは、Nintendo 3DS 本体を縦に持ち替え、タッチペンを使用して操作する。画面をスライドしたり連続でタッチする、と、画面の案内通りに操作して敵にダメージを与えていき、最後にブラザーフィニッシュを決めると勝利となる。一度ゲームをクリアすると選択できるモード。 敵が強化されるほか、アイテムは一種類につき10個までしか持てず、全滅時は従来作と同様にゲームオーバーとなる。ありがとうございます。